けっぱるで。多情の戦いを求める猛者が集うダート王決定戦チャンピオンズカップ。このレース最も人気を集めているのはワンダーキュート、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。コパノリッキー、注目のポッコータルマエ、1枠1番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ポッコータルマエと10番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ワンダーキュート、1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。コパノリッキー、ペースが速い。10番先頭に立ちました。続きましたポッコータルマエ、激しい先頭争い。そして外目をつきましては16番、その後6番、1馬身離れて5番、それを見るように11番、内から行く2番、向こう上面に入って先頭はポッコータルマエ、そしてここで先頭は16番、さあポッコータルマエここで先頭です。そして10番、さらには2番、5番手には5番、6番、続いている1馬身差11番、その内並んで、ほらとバカンスするで。1馬身差12番、1馬身離れて15番、ここは第3コーナー桶狭間ポイント。さらにはコパノリッキー、差がなく7番、それを見るように8番、そしてそのうちワンダーキュート、後方2番手に13番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。ポッコータルマエ、そこで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差が、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。残り400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはポッコータルマエ。ポッコータルマエ、早い早い、もはや独走状態。200を通過、食い下がるワンダーアキュート。ポッコータルマエリードは1馬身、ポッコータルマエのワンダーアキュート、もつれるようにゴールイン。ポッコータルマエチャンピオンズカップを制し、名実ともにダート女王の座を奪取した。2着にはワンダーアキュート、3着はコパノリッキー。海の幸、苫小牧の幸でお祝いだぜ。